意識リレー五代目陣です。俺なりに意識リレーの動画を作らさせていただきました。それを一本ご紹介できたらって思って作りました。意識リレー、今、日本は日本、世界は未知のウイルスによって大変なことになっています。そしてもし今もしあなたがいなくなったら、悲しむ人がどんだけ出てくるでしょう。それが人であろうと、家族として生活している動物、生き物であろうと、悲しむ人や生き物が残されてしまいます。だからほんの少しでいいから、心を砕いてください。そのことに気持ちを向けてあげてください。ほんの少しでいいから、今は我慢してください。その少しの我慢が後々多くの人を楽にするかもしれません。医療従事者や医療関係者の方々の負担を軽くすること、まあおのずと、もし自分が、家族が、身内が、友達がかかったときに、その方々の負担を軽くすることが身を助けることになるかもしれません。別に大げさにする必要なんかありません。ないと思います。みんながほんの少しだけ、少しの心がけが実を結ぶかもしれません。我慢はほんとつらいんですけど、でもその我慢をみんなが少しずつ分け合えば、分け合って我慢をすれば、大切な家族や仲間や友人を守ることができると思っています。自分に無理をしない程度で構いません。あなたの大切な家族や友達や
友人を守るために今はほんの少しだけやってみましょう。それが俺の意識リレーです。皆さん ありがとうございました。まあこれに続いてくれる方がいらっしゃることを願って終わりたいと思います。五代目仁でした。意識リレー、よろしくお願いします。